どうもこんにちは。ファミコンエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。えー、前回からフレームシーケンサーの実装をしています。で、これを実装すると、ドラゴンクエスト2の音が出るようになるという話をしてたんですけど、なんでそれが分かったかっていう話をしてなかったんで、先にその話を少ししたいなと思います。まあ、あの、ドラッグエシリーズは、2、3、4ってカートリッジを持っていて、で、まあ、2が一番簡単だろうと思って、2を 先に動かすかかと思って、ね、動かそうとしてたわけです裏でね。で、まあ、前回前々回の状態で動きはしたんですけどようやったやったと思ってこう聞いたら音が出てないと音が出ねえじゃねえかと思ってあのドラファミコンのドラクエ3でエミュレーターで音が出ないみたいなことを検索したらですね同じね NESONFPGA の、えー、ところのですねこれは APU の作ったとこ時のなんかログみたいな ところにあのドラッグフレーム IRQ とドラッグ A っていうの、ねま、なんかおおっというのがあってでまさに、ね「ドラゴンクエスト」でサウンドが鳴らない具合が発覚っていうことで、えー、書いてあってですねここでフレーム IRQ っていうのを使用してサウンド鳴らしているとでそれは4017のジョイ2ビットつまりはフレームシーケンサっていうのを実装してあげないとダメなんだっていうことが書いてあって、まあ、細かいこといろいろ書いてあるんですけどあじゃあだからフレーム IRQ フレームシーケンサーっていうやつを実装すりゃ音が出るんだと思って、えーとまあ、手,手探りながら実装してみたところ音が出たというそういう形で、まあ、分かったという形で非常にねこのネスワン FPGA さんにはお世話になっておりますはいで前回の、ね、続きをやっていこうと思いますちょっとねどこが枝になってるのか忘れちゃったんでちょっと見ていくと えと2箇所かなあ3箇所エラーになってますけど、えー、CPU の261のところで、まあ、前回作ったコード呼び出しのコードだけ作って中身がないっていうところなんで、まあ、この辺を作っていかなきゃいけないって感じですねで Pole API IRQ っていうのをまず作ってあげましょうバスのですね PoleNMI ステータスがあるんで、まあ、そんな感じで作る。 という感じですかね。アンドミュットにする必要はあるかな。で、これブールで、なんでこれインタラプトがオプションなのかちょっと分かんないんだけど、まあ、ブールでいいと思いますね。で、えー、っと、セルフの APU のえー、っと i r あ IRQ か。 IRQ が起きてますせっていうのを、いや IRQ を返せばいいのか、単純にね。IRQ を返すというようなことにしてあげればいいと思います。IRQ がないよと。IRQ あんのか。IRQ は、プライベートとか言ったけどないよね。ある,あるっけあ,あ、あったあった。これをパブにして、まあ、IRQ が、えっ、ー、と、true になりますよ、みたいな感じかな。はい。 で答えから言っちゃおうかあのここに書いてあるんですけどね IRQ というのは EnableHold っていう状態で一回 Enable になったら基本的には落ちないと。で処理がされた時に落ちるっていうねことになってるんであの後でまた話出てきますけど IFLAG が ON になってになってたらあのたら IRQ は動かないんでその間ずっと i フラグが落ちたら呼ばれて iRQ のホールドフラグも落ちると i n e b ルホールドが解除されて落ちるとイネーブルホールドっていうあの言葉のね意味の意味がちょっと完全に理解してないんであれですけどまあオンに必ず固定されてて何かしらが起きたら落ちるっていうふうになるんでその一瞬のタイミングで判断できるものではないです。 なので今こっちの IRQ っていうのは今どうなってるかっついうとここでトゥルーになってるんですけどフォールスに落とすっていうことは全くしてないのでどっかでフォールスに落としてあげないといけないんですけどえっと PPU のようにバスだよねバスの PPU のようにここでえっと NY をもうここで取って これを呼び出されてインタラプトになってたらもうそのままレスを返す前にオフ、オフにしちゃって落としちゃって返してるんですけどこれをやると APU はまずいみたいなんでここではやりません。なので代わりに、えー、っと、えー、っとね、イネーブル、どうしたらいいかな。 APU IRQ をあ落とす的なね、<laughs> やつをひが必要なんで、それを作ってあげたいという感じなんですけど、どうしようかな。まあ、APRQ 呼びましたよということでやってあげればいいかな。セルフの APU の IRQ を、えー、フォールスに落とすということをここでやってあげようと思います。はい。で、この2つができたんで、えー、っと、 CPU か。あ、CPU だっけ ?CPU だっけ ?CPU の方で、やってあげると。やってあげると。あ、どこだどこ行ったあー、これか。はい。で、えっ、ー、と、実際に呼び出すのは、API IRQ っていうのを呼び出さなきゃいけないんで、ここで、だからここ、ここで、せここで、 インタラプト NMI を飛んで、まあ、これの実装のコピーみたいなもんなんで、FN の APU IRQ を実装するということですね。はい。で、アンドミットのセルフでもらってきて、まあ、一応デバッグで出してですね、置きましょう。はい。で、APU の IRQ ですと。で、ここで、セルフの APU あセルフのバスのコールド APIRQ というのを、まあ、最初呼び出してあげるということをしますけど APU の IRQ というのは何をしたらいいかっついう話なんですが、えー、なんか確定的な情報を得て実装してたはずなんですけど何でその確定的な情報を得たのかね忘れてしまっておそらくこれだろうっていうのを見つけてきたんでちょっとこのページもねあのリンクしときます。 えーと確かこのページはマッパーの実装をする時にかなりお世話になったはず結構詳しくマッパーの実装を書いてあるのであのであの回,路回路図も書いてあるんですけど、まあ、これはちょっとねあのまあ、ざっと眺める感じで <laughs> やってたんですがはいあの,あのマッパーの実、ね、装の時にもお世話になりました、はい、特にマッパー1ねまだ完成してないけど。 でですね、えー、とここでですね NMI、えー、と,と IRQ のまあ違いみたいなことが、まあ、あのリセットとか、ね、の違いっていうのが割り込みのそれぞれの違いみたいなのが書いてあって、えー、と基本的に割り込みっていうのは別のところにジャンプするっていうのが主な役割になっていて NMI の場合は FFFAB を使うんでここでね FFFABU16 で読んでか、ね、次のところも読んで、それプログラムを簡単にセットするってなってるんですけど、えっ、ー、と、ブレイクと IRQ は FFFE と FFFF を使うんで、基本的にはブレイクと同じような処理になるということになります。なんで、ブレイクを見に行くとえ、まあこんなことになっていて、はい。で、基本的にはこれでいいはずなので、 これをそのままコピーしてきて開けますと、はい。はい。で、インタラプトフラグが立っている場合は、変えー、帰る必要が、何もしない必要があるので、これは必要ですと。はい。で、だからこれがインタラプトフラグが立てたら、ColdAPIRQ は呼び出されないので、 また次のタイミング次の CPU の命令が実装事故されたタイミングでインタラプターが落ちてたら呼び出されるというような動きがこれで実現ができますこれとこのセットでねでプログラムカウンターと、えー、ステータスをプッシュしてでプログラムカウンターのアドレスを FFFEF に変えてブレークフラグをステータスフラグ立てると いえー、っとこっちの場合はフラグを落としてるんだけどいいのかなでインタラプトは立てなきゃいけないんだっけかなどうだったかななんかこの辺の実装も多分いると思うんですけどどうだったか忘れてしまったなどうだったかなはい。 えとまあ、必要だったらいるという感じですかね。うん。えっ、ー、と、まあ、上の実装をコピーした方がいいかもしれないけど。どうしようかな。どうしようか。まあまあ、一応これでやってみるか。ブレイク実装、ダメ、ちょっとなんか変だったらこっちの実装に戻します。あこっちの実装を採用します。はい。だからブレイクも間違ってる可能性が若干あるという感じですね。ブレイクも NMI も IPI の IP ILQ も基本的には同じようなことをやるので、同じコードに。 基本はなるはずで NMI に関してはインタラプトフラグが立っていば立ってばいいが必ず呼び出されるいる違いがあるんですけどそれはここに書いてあるかな書いてないかな別のところに書いてあるかなちょっとね、まあ、割り込み周りは結構難しいんで難しいんで理解するのは大変なんですけどはいでこれでこれでこれでいいかどうあ えっと、あとはなんだこれ。CPU の262がおかしいと。ちょっと。はい。えっ、ー、と、APU ね。<laughs> API になってた。APU ILK を呼び出しましょうと。いうことで、できたかなあ、できてないわ。これで、あ、できたかあ、t i c クで t i c クで起こってるところがあると。あ、そうだそうだそうだ。 で起こっててサイクル図が U サイズになってるけど APU の TIC で U サイズじゃなくて U8 を渡してんぞと怒ってんのかこれははいこれは AZU サイズに変えちゃいましょうかあどうなんだろうねこっちでやる必要ないかじゃこっちでやるか えとあだだだだだ U8 をもらってきて、あず U サイズにするか。他に合わせましょう。はい。で、えっ、ー、と、フレームカウンターのモードがあるけど、あ、これは他の場合があるからですね。他の場合があるんですけど、それは基本的にはないはずなんで、まあ、パニックを起こしておきましょう。Can't be ト,ト。 こんなもんかな、はい、ななはいんかはいと音出た、もしや。音出ないな。<laughs> 音出ませんね。音が出ませんね。なんで出ないんだっけかな。はい。えー、っと、これで、あ、待って。インフォ、インフォで出すか。ちょっと待ってよ。 えっと、これで音が出てくれるはずだったんだけど、音が出てくれないので、APILQ が呼び出されているかどうかだけちょっと見たいですね。ホールされたかどうかまで見たいと。これでいいかな。はい。これでインフォは出るはずなんで、 あーっと呼び出されもしないという状態なので何かが間違えているっぽいな。前回中途半端にやめちゃったんでえーっと何がおかしいかというとこを見ていかなきゃいけないですね。カウンターがそもそも ILK が1になるかどうかを見た方がいいか。インフォ。 イン,フォインフォ使いたいんですけど、インフォが使えないんですけど、えー、っと、たまにインポートが、インポートができない場合があって、その時は自慢で頑張るしかないという感じなんですけど、はい。インフォで、セット APU IRQ フラグと。 これすら動いてないってことだろうね。やっぱね。動いてないんだ。えー、っと、呼び出されはしてるよねというのは、一応確認した方がいいと思うんで。APUTIC と。で、まあ、サイクルでも出してみるか。と、と、とてて、これ出るべ。あ、出ましたと。 はい。で、えっ、ー、と、フレームカウンターモードが何になってるかを。じゃあ。じゃあ、ここで APU ティックのカウンターを出してみると。はい。これで原因わかるっしょ。4になってな、あカウンターがむちゃ増えてますね。だから、えっ、ー、と、カウンターのモードが変なんだな、これな。 フレームカウンターのモードをちょっと出しますよと。モードが4になったのに、減り続けるということで、ああ、そっかそっかそっか。えっ、ー、と、えっ、ー、と、そっか。えっ、ー、と、フレームカウンターに書き込みがあったときに、このカウンターとかをリセットしないといけないんですね。そんなこと書いてたよね。フレームシーケンサーの えーっととととととどこだっけえー、っとシーケンサーをあ書き込みによって分周期とシーケンサーをリセットしますと書いてあるのでこれをやってあげないといけないってことですねなのでサイクル図とカウンターは書き込み時にリセットをしなきゃいけないとアップデートがされたらサイクル図と、えー、カウンターは必ずゼロに直しておく。 戻しておくとということが必要ですねそうすりゃ4になったタイミングで、えー、とカウンターがなんかバカでかい値になってて、えー、おかしくなることはないはず、はいまあ、そもそもこの4だったら0に戻すっていうねこれしかやってないから4以上だったら必ず0に戻すみたいなことやった方がいいんだけど、まあ、うまくやりゃそうはならないはずなのであ,あ来た来た来た音出たもしじゃ音出てないな 音が出ませんな音が出ませんね <laughs> えっと APU ティックで4になって IRQ フラグが呼び出せてコールまで走ってますねであ4015にアクセスかかってるからこれ実装しなきゃダメかな OK 音が出てくれたくれるはずだったんだけど出てくれないですね えっとね、4015の実装も必要っぽいので、あ、あ、そうそう、あの、4017なんですけど、えっ、ー、と、この後ろ側の、後ろ側っていうかね、0ビットから、あの、上位2ビットの、それ以降って、あの、何も使ってないわけじゃなくて、他の用途で使っているので、後で話をします。はい、確か、確かね。4017って確かそうだよね。はい、4017、この後ろは、確かその、 なんだっけな各チャンネルの有効無効フラグみたいなのが入ってたはずなんでその話は後で出てきます。あサウンドコントロールだっけ違ったな。あこれだこれ。こっちはこっちだ。4015が今言ってたサウンドコントロールなんでこれは上位の3ビット無視で下に下の5ビットがそれぞれあのクリアフラグみたいになっていて、えー、とこれを実装してあげる必要が あ,りますね、あの4015自体を実装するというよりはここを読むってことをするとあのちょっと待ってよ4015を読むっていうことをすると何かが起こるというふうに書いてあるはずなんだけどえっとあこれだ CPU レジスター CPU がステータスレジスターを読むことで カウンターの状態が分かります。で、かつ、カウンターがゼロなら、カウンチャンネルの対応するビットをクリアし、そうだけセットします。チャンネルに対応するビットは次に、あ、違うな。ここじゃないな。どっかで見たんだけどな。えー、っと、どこで見たんだっけかな。どこで見たんだっけかな。ネスオン FPGA だな。あ、違う違う違う,違う。 SDEVWiki の、えー、APU フレームカウンターこれ前回見たとこですねここで書いてありますえっ、ー、とここにですねえっ、ー、と4015これだこれだ で4015を読み取るか割り込み禁止フラグをセットすることによってクリアができるということで4015を読み取るとあのあイネーブルホールってそういうことか必ず読んでんのかこれそうですねちょっと実装が間違えてたかもしれないな4015を読み取ることでしか落ちないのかな そうかもそうかもそういうことかもしれないちょっと待ってうんと待ってくれちょっと実装を間違えてた恐れがあるのでちょ,ち,ょち,ょちょっとあの次回にします <laughs> えっとねちょっと混乱中ですねこれはえー、間違えていたところを言うとこれがいらないとこれがいらないとでこれの代わりに4015を読まれた時は 落とここの実装がいらなくてちょっとちょっといいじゃあちょっとや,やるわあのちょっとエクステンデッドタイムでえこうしてでこうして APU の違うバスの4015を読まれたタイミングですねえっ、ー、とリードで4015はここにはないので 0x のックスの 4015を読まれたタイミングで、えっ、ー、と、セルフの APU のリードステータスというのをやります。ということで、で、リードステータスはないので APU に行って、えっ、ー、と、ステータスフラグを作り、なんだけど、まあ、リードステータスをとりあえず実装しますわ。えっ、ー、と、ティックの前でいいか。 リードステータスがあって、アンドミュートのセルフがあって、セルフのえっ、ー、と、IRQ かをここでフォールスにして、えっ、ー、と、リターンステータスはちょっとやらなきゃいけないんだけど、ここ、これをやる必要があったということですね。はい。これで音出たりしないかな。どうや。あー、ダメだった。<laughs> 待ってえー、っとリードステータスは U8 を返さなきゃいけないんで U8 にしてとりあえず0を返すということにしようか音出てくれ音は出ないな音が出ませんななんでだ音が出るはずだったんですが ちょっと音がなぜ出ないのかという原因調査を含め、えー、次回やります。ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では。